皆様こんばんは。こんばんは。テクニケバロメーター上昇 TV でございます。イエーイ。ひよりんはあれ、ひよりんは家族旅行に行っているということで、はい、今日は5人で企画をやりたいと思います。おあれというのは嘘ではですけれども、今日はですね、ひよりんに、はい、何です、ドッキリを仕掛けた。お、よし、また来た。何のドッキリやると思う？何とね、あのドッキリをやろうという。何何？オープニングトークが終わらないドッキリ。いや、やったよ。やったやった。そうなんです。しかも結構最近。そうなの、結構最近、あまり期間が空いてないんですよ。全然空いてない。でもそれでも反応が面白いからね。ひよりならもう時場のスタッフ、ひよりの反応大好きだ。大好き大好きだ。大好きだ。なので、はい、ちょっとみんな頑張ってね、トークしながら、はい、頑張ろう。楽しく楽しくやりましょう。はい、はい、ということで頑張ります。頑張ると。何分かかるかな。笑顔で今を駆け抜けよう。神様、始まりました。ときめきバロメーター上昇 TV。 イエーイ。こういう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 こうい
ハハハハ。
週も頑張る。でもライブ決まった、今後も期待してる。はい、頑張ります。よろしくお願いします。今回さ、ライブ結構褒められること多かった。めっちゃ、ね、嬉しかった。ホイトリの先生に褒めていただいて、ホイトリの先生にさ、あの、まあ、素晴らしいっていうよりかはさ、いつもなんかもっとこうした方がいいと思うよっていう縦のリズムをちゃんと取るとかね、しがみをね受けるんですけど、今回よかった。まあ、あのダメだったところもたくさんあると思うんだけど、あのライブとしてはよかったよっていう風に言っている。ちょっと涙が、ね、そうそうそう、言ってくれてね、嬉しかったよね。なんかそう、今回本当スタッフさんなりすぎる。え、そう、マジ今回はスタッフさんが悪い。私たちのせいじゃない、今回の涙は、うん、みんな大事だ。いや、もちろん、うん、そう、感動もあるけど、そう、感動してるけど我慢してた、うん、そう、うん、でも、あの涙ずる、うん、そうね。私なんかライブ終わった後にあの関わってたんですね。でも、ずっと関わっててよかったって。そう、そう、あの会場とか押さえてくれてる、あー、ね、言ってくれてて、なんかそう言ってくれるめっちゃ嬉しくない？うん、嬉しい。いいんじゃないなって。ね、いろんな人に関わってよかったなって思ってもらえるグループに、もっと愛してもらえるグループに頑張りたいと思います。ありがとうございます。ということで、ということで、今何分ですか皆さん？今何分？今何分？何分だったんだ？何分です？終了！終了！気づくかな。ドキリでしたー。
さよならグッバイ、昨日にありがとう、雨上がりの街並みは色づいて、傷んだ心のキャンバスに未来のかけらを描いて、導いてくれるの。今なら言えるよ、涙のわけも迷った時はすぐ思い出して、雨が降っても笑えるようにほらどこまで